ミルクちゃん、大丈夫か？ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？たっちゃん、ごめんね。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれればこんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか？15年付き合った仲だ。いいごんぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。街で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん、金屋の町守るのに躊躇はいるんだ。生命保険もかけてねえ人間、勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、逃げるぞ、おい。